変わるぜ。来たか、アークライドたち。待っていたわ。お兄ちゃん。ソーンダイク GM も。アークライド解決事務所来たぜ。警備主任にソーンダイク。まさかあんたたちがいるとはな。またとない申し出があったのでね。どう転ぶかはわからないが、有意義なデータを取らせてもらうよ。一気にうさんくさくなりやがったが。見たところ動力ネットを最大限に利用するつもりみたいだね。ああ、簡単に言えばシャードを利用した霊視光学兵器による一点突破だ。現在限定的だが、首都全域の動力ネットが仮想状態で作動している。その処理の大部分を彼の武装に集中させ、膨大なシャード制御を行い、光線の形で打ち出す。前方の結界は何らかの元凶がゲネシスの力を借りて展開しているもの。その意味で一時的にでもそれを上回る処理を集中してぶつければ隙を生み出せるでしょう。ただ二重にされちゃってそれだけだとちょっと不安だから、ダメ押しに騎士さんたちの聖魂の力を借りさせてもらうことにしたの。以前ツンツン神父さんが使った聖魂法がヒントになったんだけど。なるほど、あれか。4年前のクロスベルで使われた境界専用艇を使った裏技だな。さすが情報通ですね。まあメルカバを持ってきていれば彼らと手は組みませんでしたが。パンデモニウム化を食い止めるには是非もね。てめえらマルドゥックは気に食わねえが、きっちり合わせてやるよ。感謝する。やれやれ、いずれは報告にも我が社のノウハウを売り込みたいのだがね。よくわかりませんけど、とんでもなさそうです。予想の斜め上だが、なんとかなりそうじゃねえか。そういえば遊撃士とか CID の人たちはどうしてるの？他の裏の連中も見かけないし。彼らは予備戦力としてそれぞれ備えてもらっているわ。この試みが失敗した場合に備えてね。それって私たちの失敗という意味でもありますよね。ま、そうなるわな。結界を突破できなかった場合、もしくは俺たちがしくじった場合、どこまでかは分からんが、ハンマ化は首都以外にも拡大する。そうなれば共和国の、ひいてはゼムリアの危機となろう。二の矢三の矢は当然であろうな。ええ、そういうことです。ルネの野郎もか。それはそれで信頼の証とでも思っておくぜ。彼から伝言を預かっているわ。手を貸した分蹴りがついたら返せ。ベルモッティさんのところで一杯でいい。もちろんエレインの分もな。出そうよ、あの野郎。ちゃんと約束は果たさないとですね。準備完了だ。いつでも行けるぜ。仮想動力ネットの全リソース、バスターランサーに接続済みです。ありがとう技術長、エスメレーも。さて、そちらの覚悟は完了か？当たり前だ。よろしくお願いします。
まずは臨海手前まで充填します。カシム主任、始めてください。承知した。充填開始する。 3% 5% 10 15 20。地上最強クラスって触れ込みも伊達じゃなさそうだな。リオ、私らも負けてらんねえぞ。ええ、もちろんです。セリスさん、我が深淵にて震えし格尺の刻印よ。我が深淵にて凍えし氷炎の刻印よ。合わせる処理は任せて。室長さん、タイミングは任せるわ。ええ。3、2、1、てー、クラゲプリオミネスアイアン。とどろけ、シャーガードストライク。セイコンの霊視情報を変換、シャード状態にエンコード。行くがいい。アークライドにフェリーだ。アニエスも必ず無事で戻ってくるのよ。うん、お兄ちゃん、わかりました。マンさんたちと一緒に一気に抜けるぞ。という霊圧。多分広域ハンマ化が佳境となっているのでしょう。それはともかく、さっきから人がいなくない？確かに動ける人どころか止まった人すら。記念祭当日に人手がないのはありえないと思います。なら連中が進めるプロセスに何か関係しているのかもね。推測は後だ。柱が近づいてきやがった。ああ、革命広場に出るぞ。最初の映像にはチラッとしか映ってなかったが。稼働、いや演算を実行している。ああ、元凶が7番目のゲネシスを利用して出現させた演算装置だろ。もちろんパンデモニウム化のためのな。ならばアルマータの関係者たちもあの中に。うん、可能性は高かろう。だったら話は早いわ。とっとと乗り込んでケリを。気をつけてください。あの柱、どうやら魔球に似た構造体のようですが。塔を守る何らかの防衛機構かもしれん。用意周到じゃないか。気をつけろ。大きい。クソが。よかった、間に合ったのね。輝ける翼よ。ナイツオブアステリア。
まり無事だったかよ。ええ、あなたたちこそ。状況は先ほどジンさんからのメールで把握したわ。結界破壊の一瞬の隙に送信してくれたみたいでね。あのタイミングでかよ。さすがは準 S 級か。しばらく様子を探ってみたけど、あの塔が元凶なのは間違いないわ。ただ周囲の魔中に守られて幾重もの障壁が張られているみたい。塔本体にたどり着くためには全てを破壊する必要があるでしょう。そこまで調べてくれたんですか。シャードを利用した探査をしていただいたようですね。ええ、あなたから進めてもらった探査系シャードでね。ただあの塔だけは内部の流れが見通せなくて、ひょっとしたら条件が揃わないと中に入れないかもしれない。ああ、大丈夫だ。俺とアニエスがいればいけんだろ。バンさん。そう、だったら私はギルドの永久としてあなたたち裏解決屋を送り届けるだけだわ。行くわよバン。アニエスさんにみんなも。おう、よろしくお願いします。頼もしい限りです。あ、もういいとこ持ってくわね、あなた。そんじゃあまずは周りの柱をぶち壊すところからか。おそらく魔球以上の脅威度でしょう。うん、でも見た限り内部空間とかはなさそうだね。ならば一点突破で砕き散らすのみであろう。行くぜ、アークライド解決事務所。一柱ずつ攻撃を集中して破壊するわよ。おうよ。群れてやがんな。お任せください。主役の出番ね。決める。はぁ、僕に任せたよ。サテライトキュア。助かりました。させるかよ。一斉に行きます。まとめていくわ。シャードブーストの後期だ。まとめていくわ。敵の行動に注意してください。シフバリークラッシュ。チャンスだ。まとめて相手だ。どんどん行こう。バンサー、しびれろ。行くよ。サテライトキュア。助かりました。アニエスさん。やっもらった。させるかよ。お返しだ。された。多分7番目のゲネシスからの力です。柱からの冷圧2倍、いえ
3倍以上に増大。冗談でしょ。クソが、とことんやってやろう。悪いな、こんな七に付き合わせちまって。今さらでしょ。付き合えないよりはるかにマシよ。いや、七にはまだ早かろう。まさか。何よりだ。もう一回だけ結界を破ってもらった。ずるいじゃないか、こんな余興を独り占めなんて。及ばずながら助立ちします。ジュディス、アークライドさんたちもこちらで援護します。露払いとして柱の一本は引き受けましょう。重い切り暴れられそうなんでな。名主藩からのいただき物、存分に振るわせてもらおうかな。拙者は姫の友としてこちらで助立ちいたす。皆さんありがとうございます。どんだけ貸しを作るつもりだよ。だがこれで残るは一本だ。ええ、一気に片付けましょう。餌に惹かれてのこのこやってきたか、バルタ。引っ込んでろや、ジン。てめえらの出番はねえからよ。姫、拙者もお供いたす。小言はなしにしてよ。思う存分楽しみたいんだからさ。アークライド、動きが鈍ってるんじゃないか。うせえ、こちとらあちこち駆けずり回ってきてんだってな。無駄口叩いてないで行くよ。せっかくの余興だ、存分に楽しませてもらうよ。あんたらも毎度おいしいところで来るよな。まさか、今まさに追いついたところですよ。私たちにお任せを。参りましょう。ポケットしてると全部食っちまうぜ。うちの蝶と獲物、制限抜きで振らせてもらおうかな。ああ、もうあんたらは存分にやってくれや。じゃあ展開参ろうか。このまま攻めるわよ。頼む、上げ手汗フレアディスレイ、チャンスだ。お返しだ。お返しだ。チャンスだ。クロ、みんなをやって。ありがとう。許さない。
ニエスさん。アニエスさん、星の力を貫いて。行くよ。ほら、みんなを癒して。ありがとう。任せたよ。翼よ、翼よ、導け。はあ。ナイスオブ。アスカリオ。ブーストゲージが増えたぞ。続いて、バン。しまいにしようぜ。せい！ダンダライス・ライダー！頼む、アニエス。それ、やっ！おまけだ。お返しだ。行きます。お返しだ。そこまでだ。クロ、みんなを癒して。助かりました。消気。電気解放。続くな、エレイン。決めれば。カレイド。まるで時間と因果律を操作されたように。ダメです、まだ最後の障壁が。この冷圧はさらに倍。いえ、もっと。チン、生身じゃここまでか。アニエス、エレインもここまででいい。下がってろ。メアはあんな状態だが、一応なんとか引き出せる。そしてこの冷圧の高まり、まさにおあつらえ向きだろうぜ。黒いオーラ、てめえ一体何を。いかん、このハンマカの状況では。バンさん、ダメです。やれやれ、まだ状況判断が甘いな。ルネ、おっと、それだけじゃないぜ。落ちな。結社の破壊だと。どうしてあなたまで。やれやれ、君の方は想定外だったな。アサルトフレーム。しかもその声は、お父さん。キンケイド君からの連絡で状況は分かっているつもりだ。裏に関わるつもりはなかったが、このくらいはさせてもらおうか。いやはや、親バカだね。従軍経験があるとは聞いたが、それだけじゃなさそうだな。有事に動けるよう備えているだけさ。君たちこそ
協定があるのだから、あまり出しゃばりすぎない。こはいはい、了解っと。いきなり出てきて牽制し合ってんじゃねえよルネ、てめえもてめえだ。ふん、貸し二つだ。それよりも備えろ。バン、障壁が。皆の者、今だ。やっとかよ。冷圧再び上昇。これを逃したら。エレインさん。私はここまでのようね。バン、無事にとは言わない。あなたの流儀を貫いてみなさい。私からも依頼だ。果たすべき役割を果たしたまえ。今の共和国の表と裏を見てきたスプリガンとしての役割を。分かった、エレイン。あんたは言われずともだ。お父さん、エレインさんも必ずみんなで戻ります。綺麗ね。これがあの塔の中。当然亜空間なんだろうけど、それを差し引いてもだね。内部は逆に半魔化は進行していないのですね。うん、あくまで演算とやらを実行しているだけなのだろう。そいつを阻止すりゃ俺たちの勝ちってわけだ。元凶に近づいてるってだけだろ。だから何なのよその。悪い、あんまり混乱させたくないんでな。だがこの上には全ての真実、今回の異変の大元が待っている。俺はそこに行かなくちゃならねえ。だから頼む、お前らの力を貸してくれ。てめえが頼むだと。あれだけ貸し借りを渋っていたのにね。うん、僕たち助手には与えるばかりで返させもせずに。嬉しいです、私たちを頼ってくれて。ええ、その言葉を待っていました。せっかくだから千倍にして返してもらおうか。っておい。ま、せいぜい倍返した。そんなにいりませんよ。でも私たちは最後までバンさんについていきます。だからどうか自分一人で片付けようとは思わないでください。さっきみたいなことはダメですよ。ああ、約束する。俺たちは英雄じゃない。ヤバくなったらケツまくって逃げりゃいい。世界の命運なんかよりもてめえの命あってのものだね。だからな、白黒つけないスプリガンらしく無理せずクールにケリをつけてやろう。まずはアルマータと庭園の連中、蘇ったのも含めて
待ち受けてるだろうが、所詮一度は倒している相手だ。とっととぶちのめして、メルキオルとジェラールに落とし前をつけさせるぞ。ああ